はい、親下、私は広島県三原市の三平商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。今日の動画はですね、先日ツーリングキャンプ一泊二日で行ってきた時の、動画をバックに話をしてみたいと思います。この時はすごくいい天気で気温も高くて、すごく気持ちよかったですが、朝少し寒かったのでこの N1 ジャンバーを着て出発しましたが、朝以外このジャンバーを着ることはありませんでした。それぐらい暖かい1日2日2日間でしたね。はい、それでは、楽しく年を取ることとバイクライフの関係について話をしたいと思うんですが、楽しいっていうのは結構その、まあ、楽しいこといろいろあると思うんですが、その中に欲しいものとか手に入れたいこととかやってみたいことっていうのがたくさんあることっていうのはあるんじゃないでしょうか。まああと笑いの空間にいるっていうのもね、心から笑える時っていうのは人間幸せな時間だと思うんですが、この欲しいものを手に入れたいこと、やりたいことっていうことにちょっと注目しますと、私の今までの人生の中でバイクと共にというか、バイクと絡みながら生きてきた時間が長いような気がします。年数でいうとずっとオートバイに乗り続けている人と比べるとどうか分かりませんが、私はトライアルっていう競技をやってたので、一日の中でそのことをこう考えたり、そのためにトレーニングしたりしてきた時間っていうのはすごく長かったと思います。でも現在54歳で、気持ち的にもこう何も考えなくてこう好きなことに没頭できるっていうのはちょっと難しくなりつつというか、昔のようにすんなりいかなくなってるんじゃないかなと思う時がありますね。そういうのをこう考え出すと、私の父が生前こんなことを言ってたことを思い出します。それは何かというと、年を取ると欲しいものがなくなる、それは全て 手に入れたっていう意味じゃなくて意欲はなくなるんだみたいなことを言ってました。それ聞いた時にはなんか悲しいなとか寂しいなとかっていうのをすごく感じたのを思い出します。逆にこう欲がなくなったり悩みがなくなったりすることはなんかいいことじゃないかなと思ったりすることもあるんですけど、でもその壁に当たった時にそのことに対して大きいパワーを使ってその問題を解決するためにこう行動する、そして解決する、そうするとまた次の新しい壁に当たるみたいなことになっていくと思うんで、それはまあすごい成長というか成長過程なので、すごくいいことじゃないかなと思います。まあ当時親父は仕事を引退して、私もいろいろこう仕事とかまあ会社を頑張ってこうあまり相談することがなくなっていってたので、まあそういうことを感じてたのかなと思ったりもします。じゃあどうしたらいつまでも楽しい張りがある人生を送れるかって考えると、私が思うに刺激だと思うんですよね。外側からこう刺激を受けて、自分の行動とかが変わっていったり楽しくなったりするんじゃないかな。なのでその刺激を受けやすい状況に身を置くっていうことがいいんじゃないかなと。ただその、ね、身を置いたからって言ってもダメで、自分からこう発信してその跳ね返ってくることがすごく重要じゃないかなと思います。その跳ね返ってくるっていうのがこう情報だったり誘いだったりなんかチャンスだったりするんじゃないかなと思います。何にもしてないのに楽しいいい話が来たなんてことは実際はなくて、それは以前に何らかのその言動、自分が行った言動から来るものだと思います。じゃあどうやったら今度行動とかその今言った発信とかができるのかっていうことなんですけど、これは人によって得て不得てというか得意不得意のやり方があると思いますが、私のやり方みたいなのをちょっと話してみたいと思います。
このやり方っていうのを自分で覚えたっていう言い方おかしいですけど、知ってそういう行動を取り始めたっていうのは二十歳ぐらいの時です。ちょうどあのトライアルっていうレースにこう人生のというかその時の時間をほとんど費やしてたと思います。まあ心も体もっていうやつですね。その時に先輩ライダーの人に教えてもらったことなんですけど、それはイメージトレーニングでメンタルタフネスを持つっていうことでした。これは私ライダー時代にすごく意識していました。どうやったらこうイメージができて、そのイメージ通りに体を動かすことができるかみたいなことですね。これはあのオートバイでいうとロードレースとかモトクロスとかだけじゃなくて、スポーツ全般に適用されるようなことだと思います。でこういうイメージできずに、こういうことをやったらいいんだけど、こういうことをした方がいいよとか言われると、なんかこうすぐにですね、こう言い訳が出るんです。だいたいその出る言い訳っていうのは、時間がない、お金がない、才能がない、あと怖いとか、ね、下手すると教えてくれる人がいないとか、邪魔されるに決まってるみたいな、なんかわけのわからない言い訳まで、出てきたりします。やっぱりここで役に立つのはイメージトレーニングだと思ってます。私がよくやるのは、具体的にそのやりたいことを達成して成功している自分をイメージする。なおかつそこで笑ってこう満足げに達成感を味わってる自分もこうイメージする。それを何回もする。今となってはもう自然にこう習慣的にそれができるようになってきました。逆にこれ面白いんですけど、そのいいイメージが浮かばないことがあるんです。何回やってもなんかいいイメージが出てこないっていうのは、これは逆にやらない方がいいよっていうサインだと思ってやらないようにしてます。なのでそういうことがまあ自然に今ではできるようになってきてるので、周りから見るとなんかこう活動的にいろいろやってるように見られることが多いんじゃないかなと思います。あともう一つコツがあります。それはだとしたら思考っていう私が命名した名前なんですけどだとしたら思考、これはまた何か機会があったら話したいと思いますが、私の中ではこのイメージトレーニングプラスだとしたら思考でいろいろ楽しい人生を今まで送ってきましたし、これからも、送っていきたいなと思ってますが、皆さん何かそういうのはありますかね。何かあればコメントで教えていただきたいなと思います。はい、ということで、この動画は楽しいバイクライフ、ガレージライフをダイさんが皆さん応援する動画になっていますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、バッドボタンでダイさんの応援をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ここまでお会いしましょう。バイバイ。